ドラマの舞台は整った。ウズベキスタンで開催中の AFCU20 女子アジアカップ。2月13日に行われた準決勝で、U から20日本女子代表、ヤングなでしこは U20 オーストラリア女子代表を5対1で下して決勝に進出。16日に行われる決勝戦では、グループステージで敗れた U20 朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮、 と再び激突する。同国に0対1で敗れた10日の敗戦で浮き彫りになった講師の課題とミスを修正し、オーストラリア戦では気持ちもしっかりと切り替えていた。北朝鮮との試合後に選手たちが加納道久監督に提案した、選手ミーティング、では、林愛花キャプテンが先導役となり、23人の選手全員がこの大会への覚悟や決意を口にしたという。 ボランチとして中盤を支え、副キャプテンとして林をサポートしてきた角田風華は、秘めていた思いをこう打ち明けた。自分は U17 も U20 の国際大会も出ていないので、みんなで決めた目標に向かってピッチでプレーできるのは当たり前ではなかったこと、それが今できていることがすごく楽しい、と伝えました。今大会初出場の北朝鮮戦で失点に絡んだ GK 鹿島綾里は、 日本のゴールマウスを守り抜く思いを言葉に込めた。初めての試合だったのですごく緊張しましたし、自分のミスからの失点だったので、しっかり修正して臨みたい、と、決意を込めて話しました。そして迎えた当日、加納道久監督は北朝鮮戦から先発メンバー5名を変更。中盤の左右に辻沢愛と久保田真央を起用し、 トップ下には天野社を置く451というフォーメーションで臨んだ。全試合に先発しているのはセンターバックの米田博美と中盤の天野の,のみで、ボランチの組み合わせや前線の組み合わせも毎試合違う。複数のポジションとフォーメーションでプレーできる選手が多い、強みを最大限に活かし、中2日でコンディションも整えた日本は、オーストラリアを圧倒した。その内容は、 シュート数は42対1、枠内シュート18対1、ボール支配率70%超というデータが示す通りだ。日本は立ち上がりからハイプレスを仕掛けて相手陣内に攻め入ると、開始早々の2分に、コーナーキックから米田がヘディングで叩き込んで先制。その後は左サイドの辻沢が俊敏性を生かして長身のオーストラリア DF を翻弄し、右の久保田も積極的に仕掛けた。 たまらずゴール前を固めた相手を肘たまや、マ野らがワンタッチパスで引き剥がし、2列目から林、角田、最終ラインの佐々木リオラがミドルシュートで追撃。13分にはカウンター攻撃を受けて、ペタトリミスのゴールで同点とされたが、その後も引くことはなく、攻撃が最大の防御、とばかりに攻め抜いた。自分たちがボールを持てる時間が多く、 手応えを感じていた中での失点だったから、みんな焦らないでプレイできたと思います。角打63分、コーナーキックに白垣球のが合わせて追加点を決めると、ベンチメンバーも含めて歓喜が炸裂。このゴールで勢いづいた日本は、交代選手も躍動する。83分には、肘方のパスを受けた大山真奈江が、ダイレクトパスでスイッチを入れた。 笹井和和が落としたボールを再び大山がヒールで落とし、最後は土方が丁寧にフィニッシュ。土方は大会得点ランクトップタイの4ゴールを記録した。88分には、土方の仕掛けから笹井が決めてリードを広げ、その1分後には大山のパスを受けた松永のクロスがオンゴールを誘い、5-1のゴールラッシュを締めくくった。オーストラリアは攻撃も守備も個で戦っている印象で、 海外組が大半を占める A 代表とは戦術面でも大きな差が感じられた。日本はなでしこジャパンの約半数の選手が WE リーグでプレーしている。浦和でハイレベルなポジション争いに加わった19歳の角田は WE リーグで試合に出るようになってから見えた課題や自信につながるプレーがありました。WE リーグあっての代表だと思いますし、今大会はそれを試せる場所だと思います。と。 実感を込めていった一方、中国戦以降の3試合は、チームとしての課題も明確に出ているように見える。対戦国は常に裏のスペースを狙っており、決勝では一つのミスが致命傷になりうる。最終ラインを率いてきた白賀キのは、オーストラリアの失点シーンについて、ディフェンス陣のラインコントロールが一番の課題だと思います。と、中2日での修正を誓った。 もう一試合の準決勝は、北朝鮮が韓国に3対0で力の差を見せつけ、決勝に進出した。2015年以降、3大会連続で決勝は同じカードが実現しており、日本が3連覇中だ。ただし、すべて1点差以内、2015年は PK の接戦を繰り広げてきたように、実力差は拮抗している。白垣は、先輩たちが優勝してきた結果を見て、 プレッシャーもありますが、自分たちができることを精一杯ぶつけるだけです。と、力みのない表情で語った。北朝鮮はコロナ禍で国境を封鎖していたため、昨年4年ぶりに国際大会に復帰。A 代表はパリ五輪最終予選で日本に敗れた。試合にも、勝利にも、飢えているだろう。だが、それは日本も同じ。今大会の事前合宿も含めると1ヶ月弱。 チームが発足してからは1年以上に及ぶ濃密な時間を過ごしてきたヤングなでしこたちは、一試合ごとに経験値を高めながら右肩上がりの成長曲線を描き、目標まであと一歩というところまで来た。全員が悔しい思いをして、選手ミーティングをして短期間でリベンジに挑める。だからこそみんなのモチベーションはすごく高いと思います。絶対に簡単な試合にはならないと思いますが、 どんな展開になっても焦らないで、落ち着いてサッカーをすることが大事だと思います。角田。北朝鮮は、前からどんどん来る相手なので、冷静にビルドアップしたら崩せると思います。ドリブルで、一人でも抜けたら有利になるし、ボールを受ける位置は意識していきます。白垣。私は3試合目からの出場だったので、前回の試合、北朝鮮戦は緊張が強かったのですが、 オーストラリア戦ではだいぶ緊張がほぐれて体も動かせるようになったので、決勝はもっとリラックスして、無失点で終わらせたいと思います。鹿島今大会を締めくくるラストゲームで、ヤング・ナデシコは勝利の女神を振り向かせることができるか。AFCU20 女子アジアカップ決勝戦は、日本時間3月16日の22時キックオフ。ラズンでライブ配信される。